皆さんおはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ本日も始まりましたダンデラインオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、それではキングダムハーツ2ファイナルミックス実況プレイパート13やっていきます。ビーストキャッスル攻略の続きですね。さてさて、イベントどうした？今あっちの階段の上に女の人がいたような気がするんだけど。あ、この後ろにビーストがいるってことは、その女の人ってベルじゃないかな。うん、そうかもな。ベルならビーストに何があったのか知ってるかも。うん、ベルを探そう。前回せっかくビーストと再会を果たしたと思ったらね、ビーストはソラたちのことよく覚えてないみたいで、完全に無視されてましたからね。新しいキーブレードね。なんか切ると炎のエフェクトが出てちょっとかっこいいね、これ。ヒドゥンドラゴン。キングダムチェーンよりちょっと攻撃力は下がっちゃうんですけどね。まあせっかく手に入れたキーブレードだし使っていきましょう。どうしたらいいのかしら。よし、ドナルド。普通に開ければいい。まあ、来てくれたのね。ドナルド。ソラ、カーフィー。いや。ビーストは？西の塔だと思うけど、最近話してないのよ。何かあった？うん。あ、それで来てくれたんじゃなかったの？でもせっかくだしね。だな。何があったの？ビーストの様子が変なの。見ればわかる。その原因を知っていそうな人たちが地下牢に閉じ込められているのよ。だから助けてあげたいんだけど。誰が誰を閉じ込めたって？ビーストがお城の人たちを。どうして？それがこの実験の謎。で、地下牢はどこ？西のホールに地下倉庫の入り口があるらしいの。牢屋はその先ね。うん、分かった。お願い、任せとけい。でだ、その地下牢を探さなきゃいけないと。うん。で、これが気になった。メガレシピ。よーし。あ、地図かな。オッケー。地下倉庫へ西のホールから行ける。オッケー。西のホールね。おー、懐かしいの。なんだっけこいつ。ラージボディだけか。よいしょ。くそ、相変わらず。へい。なんか今アクション出たけど使えなかった。ついてきてるのかけら。で、エントランスホール。チークと西の方だ、こっちかな。どっち？あ、結局上から行くな。でいいのかな。宝箱、宝箱。あ、広いな。この辺りから地下行けるはずなんだけど。その意味深なカメラワークは。で、宝箱。先宝箱。これ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 。えい。怒られる。で。あ、また宝箱。宝箱多いね。この鎧は壊せそうにない。ああ、通れないんだ。そうか。うん、合成アイテムはいっぱい手に入るけどね。合成まだ一回もしてないな。見つけたぞ。ちょっと何するの。あらららららら。タンスを動かそう。あ、これガンガン押していいの。あ、起こさないように、そういうことね。おっと、寝たのを確認してから押すのね。あ、これでいいの。いいんだ。お気に入りの場所だったのに。あんたたちは。え、ああ、そうベルに頼まれて力を行こうと。そうベル。おやまあ、仲間たちを助けてくれるのかい。はあ、これは驚かせて悪かったね。私はね、元は人間だったのさ。今は魔女の呪いでこんな姿だけどね。王子がビーストに変身させられた時、一緒にタンスにされちゃったのさ。王子がビーストに。ビーストは王子様ってこと。そう、甘やかされて育った心の冷たい王子だったけどね。魔女の呪いって何？あれは寒い夜のこと。やっぱりやめておくわ。それよりも早く仲間を助けてあげて。詳しい話なら彼らから聞けるから。教えてくれないのかっていう。そんな。だって力はとっても寒いの。時計には辛い場所よ。時計？行けばわかるよ。うん、行こう。美女と野獣といえばね、いろんなものが登場人物っていうかね。美女ってちゃんと見たことないけど。この奥かな。扉がハートレス。新しいな。おっと、なんかいる。雑魚減らさないと。倒せるかな。ああ、もうザコうざいな。なんか今アクションやったけど、見て倒すじゃない。20分。あ、そういうことか。HP 減らしてリジェクトしてこう本体を出す感じか。おお、すごい飛んだ。あれ食らうんだ。よいしょ、もしよっしゃ、リジェクトよっしゃー。ボス戦のね、なんかそういう特殊なアクション、なんか迫力があるよね。ああいう派手な演出は好きです。この扉の先が力をかな。お城の人たちを早く助けてあげよう。うん、行こう。でだ、この部屋はなんかキースありますね。取れてない。あとはないか、調べるのは。誰もいないな。うん。せっかく助けに来たのに。何？助けですと？し、わからんぞ。敵かもしれん。悪い人たちには見えないけどね。僕たちは敵じゃないですよ。うん。ベルに頼まれてきたんだ。うわ。俺はソラ、ドナルドとグーフィー。こら、やめてくれよ。無事みたいだな。それはもうおかげさまで。みんなも魔女に姿を変えられたの？なんだ魔女？そうそう、みんな魔女の呪いだ。あれは何年前だったか。とても寒い晩だったわね。この城におばあさんがやってきて、一晩泊めてくださいと言ったの。しかし我らのご主人様である王子は、こら殺してくれ。おほん。王子は波を断った。何しろばあさんがあまりにもみすぼらしかったから。ひどいな。はい、王女はわがままで思いやりを知らなくて、何と言いましょうか、冷たい心しか。ルミエール、おばあさんは人を見かけで判断しちゃいけないと忠告したのよ。けれども王女はやっぱり断ってしまったの。するとおばあさんは美しい魔女に姿を変えた。そそれが本当の姿だったというわけだ。魔女は冷たい心にふさわしいからと王女を恐ろしいビーストに変えてしまい、王女を甘やかして育てた我々もこれこの通りなんていうか、僕たちにできることはあるかな。魔女を倒せばいい。とんでもない。元に戻る方法は分かっているのですが、何しろご主人様があんな状態では、様子が変だったな。もう誰も信じないという感じなんですよ。ハートレスだらにされてしまったのかも。ハートレス？ハートレスが関係してるなら俺たちの出番だ。ビーストに会ってみよう。ありがたい。ではこちらへ抜け道がありますので。ね、1年前の戦いで力を貸してくれたけど、そんな風なね、よし、冷たい人には思えなかったけど。で、今なんか覚えたんだよね。とりあえず AP アップをそれに使います。で、アビリティ。スラッシュ。アッパーコンボ中に引くボタンでターゲットを上空に吹き飛ばします。欲しいな。どうしよう。さあ、間違った。これ外せばつけれるか。もう少しだけ進んでみたいと思います。とりあえずセーブします。よし。おお。ちっちゃ。知ってる？コグスワースって目覚まし時計の音も出せるんだよ。あの大きな音を聞くと誰でもすぐに目が覚めちゃうんだ。あ、そう。ドナルドが遊んだ時計ね。あれ？どうやら館内に石像が襲いかかってくることがあるようです。どうか十分にお気をつけください。その通路っていうのは、お客様をどうしなさい。この鎧もなんかそういう呪いがかけられたりとかするわけ。さあどうぞ。なんだこれ。よし、さっさとここ抜けちゃおうと行きたいところなのですが、この抜け道の先には仕掛けがされた隠し扉がありまして、その仕掛けってこれです。なんだこの黒い炎。ランタンが下がってきた。はい、この抜け道にある全てのランタンに火を灯せば隠し扉を開くことができるのですが、見ての通りランタンには呪いの火が取り付いてしまっているの。これを消さないと私はランタンに火を灯せないのです。水をかけて消せないかな。私が水をかけるだけではダメなの。きっと光の力が加われば。じゃあさ、キーブレードで試してみる。合わせ技素晴らしい。呪いの火を消すにはランタンに近づき、リアクションコマンド水をかけるを実行します。ランタンはあと3つあるわ。みんなで力を合わせて隠し扉を開きましょう。楽勝だなと言いたいところなのですが、まだなんかあんの。コグスワースがいつまでもあのハンドルにぶら下がっていられるはずがありません。こら、7通り見える。彼が疲れたハンドルから落ちたら、火が灯っていないランタンはまた天井まで上がってしまいます。その時はコグスワースを解放してあげてくださいね。体力が戻ればまたハンドルにぶら下がってくれるわ。リアクションコマンドと威圧でこぶすバスの体力を回復します。よし、やってみるか。なんかミニゲーム始まりましたね。そうか、じゃあとりあえずはいはい、行くわよ。みんなが来るのも待たなきゃいけないのか。ちょっと終わらせよう。はよっこい。はっせや、ここでせいそりゃ急げ急げ。行くわよ。だからこれ一回持たないとそろそろ限界でしょ、あのおっさん。ダメだ。はいはい、水が必要だ。なんだと。このポットはね、頑張ってるのに1回で全回復だし、障害物になるの壊していけばいいのかな。そりゃほっそりゃ、よいしょ。あ、1個あった。よいしょ、これでしょ。来てる。よし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 、これこれ、ちゃんと来て。ここでいいのかい。ちょっと待ってろお前。よし、行った。ほいほい。さあ、行くわよ。もうさ、ポッと空自分で持って歩いた方早くねえか。でだ。はい、ほーい。ちゃんと誘導しなきゃいけないのこいつらも。うわー、めんどくせえな。これさあ行くわよ。行くぞ。早めに頼むぞ。おせー。はい来い、はい来い。この時計がバテる前に。よし来た。行くわよ。やっとか。これで終わり。はい、これで隠し扉が開くはずです。でも隠し扉なんてどこにもないよ。ご心配には及びませんぞ。あからさま。あそこの出っ張ったブロックを押してみてください。わかった。階段がどこに続いてんのこれ。では私は久しぶりに女王の見回りに行ってきます。私も失礼しますよ。ハートレスに気をつけろよ。ご主人様のお部屋はこの先にある西の塔の突き当たりになります。私は一足先に行ってお待ちしております。OK。じゃあ、こっちもすぐに行くけれど、あれ取れるかなあ、届かなそう。あ、取れた。OK。宝箱。はいはい。おい。ここはもうすぐビーストの部屋なのかな。一瞬敵はそんなに強くない。おっおいた。戦闘中でも宝箱が開けられる。よし、お金お金。出るねー敵。その部屋っぽいな。よし、じゃあすいませんが、今回はここで一回区切っておきたいと思います。ここちょっとビーストの部屋っぽいんでね、それはまた次回入っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では、急ではありますけれども、キングダムハーツ2ファイナルミックス実況プレイパート13はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てけれなー。